<laughs> ようやく準備ができました。私の持ち時間はあと5分しかありません。<laughs> じゃあ殺しましょう。えー、今年の java で東京はですね。えー、まあ、奥のあのまあ、えオラクルヘッドコーダーですね。米国のオラクルからのスピーカースティーブチームもそうなんですけれども。えー ヘッドコーターからのスピーカーと、今年は初めてになるんですけれども、えー、海外の j a バ a チャンピオン、まあ、日本の j a バ a チャンピオンというのは今日、きょお越しいただいている桜庭さん、それからもう1人、えー、寺田さんですね、えー、2人の j a バ a チャンピオンがおりますけれども、えー、海外からの j a バ a チャンピオンを招聘して、えー、セッションを行いました。カーーペッパーダイムやア、えー、アンドレ・レルミレー、えー プレンダンダコンシダインといった JABA、えー、チャンピオンが、まあ、初めて日本に来て、えー、セミナー,こう、えー、講演を行ったというところもちょっと今までと変わっております。それから、えー、キーノートではです、ねえー、この松田さんの、えー、吉岡さんという、えー、アーキテクトの方にですね、えー、松田の工場内、まさに、えー、っとこ,っちかこちらですね、松田の,あの本社の工場の中で、 えー、車の組み立ての中で Java のアプリケーションがどういうふうに使われているかというご紹介をいただきました。これは実はあの昨年行われている JavaOne サンフランシスコというサンフランシスコで行われている年次のイベントの中でも同様の発表を行っていただきまして、まあ、それを日本のほうでも東京のセミナーでも発表をしていただいたということでございます。はい 去年の j a p a ンでは非常に反響のあった発表です。それからもう一つブルーウィッチ合同会社さんの柿の木さんというこれはちょっと面白い使い方 j a p a の使い方なんですけれどもロードレースのトレーニングの手法としてここにある定量的トレーニングというものをこの柿の木さんが生み出してですね このトレーニングを実際に行っていくためのシステムというものを j a v a で作ったという事例になっています、まあ。ロードレースっていうのはいろんな種目があるらしいんですけれどもその、まあ、ワールドカップクラス世界チャンピオンクラスの人たちがどれだけその何、えー、て言うんですかね自転車を漕ぐ時に 消費する体力というのが一体どのくらいなのかというものをデータ計測を実際そのロードレースそのものの中でデータとして取ってでそれをグラフ化してでそこに近づけていくワールドクラスのロードレーサーのデータをもとに実際にその日本のチームの人たちの 計測データとその差分が出てくるわけですけれどもその差分をどうやって埋めていくかということをトレーニングをしていくと,という形での,その定量的なトレーニングっていうものをやられているこれを実際にデモンストレーションを含めて発表をいただきましたそれからもう一つデモンストレーションを吉田信也さんという方にお願いをしましたこの人は Java の業界の中では、あのビターフォックスって言ったほうが有名な人ですけれども、JShell、えー、えー、Java9 の新しい機能の一つである JShell の、えー、コミッターの一人ですね、えー彼がえー実際、彼から実際に JShell のデモンストレーションを、えー、行っていただきました。はい。 でもうあと数分なんですけれども JavaE8 が今回今年のです、ね、7月を目指して現在作成の最中真っ最中になっています。でもうすぐファイナルドラフトまで全部まとまってくるところだと思いますけれども JavaE8 自身はですね、まあ、昨年の Java1 の後ですね、9月から10月にアンケート、世界中でアンケートが行われまして、まあ、一番上に書いてありますけれども、まあ、約1700ぐらいのレスポンスが返ってきて、JavaE7 から8に向かって、どんな仕様が必要なのかということを改めてアンケートを取り直しているんですねで。それによって、この… 右のほうに JAXRS の2.1からセキュリティの1.0まで、まあ、こういうような順番で必要な API がこういうふうにラインナップされてきたというような結果が出てきたわけです。でこれをもとに JavaE8 のプロポーザルを修正をしてもう一度決め直しましょうと。 いうようよな動きが、えー、起きが起まましたこれによって、まあ、こちらのに書いてありますけれども、えー、サマリー・オブ・ファインディングスということで、えーまあ、アンケートの結果から見えてきたことということで、えー、重要なテクノロジーとしてはやっぱり REST それからサーブレットのバージョンアップそして JSON 系の えー、API、まあ、ここをまずは確定をして提供していくそれから、まあ、とにかく早く出すと,ということそして、えー、マネージメント系の APIJMS、えー、そして MVC に関してはプライオリティを下げましょうというのがこれが決まったことということになります。でこれをもとに、えーと Java8 のプラン、えー、オントラックということで、まあ、まだまだ途中ではありますけれども、えー、今年中のリリース、えー、を目指して、えー、現在、策定がまあ進んでおります。まあ、それぞれ、えー、一つ一つ API の特徴をさっとご紹介をしますと JAXRS の2.1には、まあ、リアクティブクライアント、リアク プログラミングができるようにするためのクライアント API そしてサーバーセントイベント等が入りますサーブレットの4.0は HTTP2 に対応して双方,向です、ね、双方向化とそれからサーバープッシュができるような関数群が追加されてきます そして JSONB1.0、これは JSON バインディング、まあ、これまで JSONP しかなかったですけれども、JSON バインディングが追加されてきます。JSONP もマイナーバージョンアップをして、さらに JSON データが扱いやすくなるような関数群が追加されてくる。CDI も同様にメジャー、今回はメジャーバージョンアップで、j a v a s e もサポートをすると。えー等々 入っててきましてセキュリティも新たに1.0ということで今度はクラウド上でのセキュリティの標準に合わせる形での標準の策定というのがなされてきております。で,で現在ですねと飛ばさせていただきますけれどもスケジュールとしましてはほぼ重要なところがの API の 策定の手順がだんだん進んできているところですけれども JAXA レースの標準の策定少し手間取っているといいますかいくつかの機能でまだまだ折り合いがついてないところがありましておそらくそれが決まってくれば大体 e、A、と全体、e、のファイナルドラフトまで行くだろうなというところまで来てますけれども、まあ、セキュリティ1.0サーブレット等もですねもう ほぼ決まってきておりますので、あとはもう JAXA レス待ちかなというところでございます。で、えっ、ー、と、今回の JavaEE8 の開発からですね、開発のベースが Java.net から GitHub に移っております。GitHub 上に現在、開発の拠点が移っておりまして、 でちょっと今、私の写真が出て、映像が出てて邪魔してるんですけれども、Java8、e、のリファレンスインプリメンテーションはグラスフィッシュ5、新しいバージョンのグラスフィッシュ5で提供されますので、ぜひ、現在あの、ベータ版も出ておりますので、アーリーアクセス版のグラスフィッシュも出ておりますので、ぜひ、グラスフィッシュのご活用もいただければというところでございます。はい 合わせて、えー、と商用版に関しましても、えー、今年中に E8 の、えー、リファレンスインプリメンテーションとして、グラスフィッシュ5が出てで、来年ですね、来年には商用版として、えーまあ、弊社で言えば w e b ロジックサーバー1 2 3 1というものが、まあ、E8 ベースでリリースされる予定になっております。これもパブリックにそのようなアナウンスがされていると。 いいうところでございます、えー、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、えー、私の方のお話は以上とさせていただきまして、えー、次はですねジャバ a チャンピオン桜庭さんの方に、えー、プレゼンテーションを行っていただこうと思います。ということで桜庭さんよろしくお願いいたします。